今からね、皮膚科に行ってきたいと思います。まだ火傷でね、まだ11月になってもね、行くのでね、行きたいと思います。はい、ということでね、終わったんですけど、まだまだ続きそうです。今度はね、薬がなくなってから来てって言われたので、来月ぐらいかなって思います。でまた来月ね、また病院行きました動画上がると思うんですけど、またよろしくお願いします。ということでね、まだまだ頑張っていきたいと思います。バイバーイ。あれ91時だっけ。あ、違う。ジャポニカなの。うん、あれブルだったっけ。あれブルだった気持ち。え、忘れたんだ。これと何、これと、うん、え、どうしよう、あとあれ社会にね、ノートなんだ。これじゃないの、これがちょっとちっちゃいの、大きいのなんて。社会だけ A4 のね、大きいやつ。社会でかっ。見て、大きいでしょ。本当だ、社会だけ大きいの。社会って理科だけ大きいの。あのなんだっけ、まだある。絵の具、絵の具。メモしてあんのにメモ見ないし、バカがいる。誰？はい。買い忘れ？ゴミリオガの酸素ないんだけど。あ、売り切れ？売り切れじゃん。ねえ、買おうと思ったのにジャポニカが良かった。どうしよう。あるものでやるしかない。あるじゃん、ゴミリいっぱい。算数って書いてあるのが良かった。うん、書いてあるのがないのか。やっぱり国語って書いてある。これ社会だ。売り切れてあるんだね。それ算数だから、算数って書いてある。まあ、一回これだ。ヒール貼れば。そうだよ。これと、あと。うん、すごい。汚いから。今日はサイゼリアとか書いてあるんだからやめて。あ、今日はサイゼリア行くんだよね。今日パパとタッチと合流してね。あと絵の具。黄色の。黄色が合うと思ってたのに。あ、前リミも売り切れじゃなかった。青、黄色、緑、レモン色も買ってた。黄色が売り切れ。あ、じゃあレモン色あるの。あ、でもあるか。リミちゃん合流。リミこれ、リミちゃんも海苔を買うそうです。はい、じゃあ行け、それで。このランプ、白くない色。え、可愛くない？白。白っぽくない？クリーム色。うん。できました。そう、一人なんですよ。バリバリ一重ってこの前言ってたのね。うん、バリバリ一重。私バリバリ一重なんです、ね。学校でも言ってるから。コメントでね、やっぱバリバリ一重の人はね、なんかやっぱ両面テープのやつの方がいいみたいなってコメントを見てます。うん、なんかね、本当に一重見て。見てる。あ、でもちょっと線ついてる。ちょっとだけ。本当ついてる、ついてきた？うん。あ、でも小ぶりだよね、目自体が。ちょっと笑わせなんて。こちら、はい、ご飯食べます。デザート来たのでね、食べたいと思います。ご飯取るの忘れちゃいました。もう ね、すいません。兄ちゃん何食べましたか。生姜焼きです。はい、生姜焼き。定食屋さんに来ると必ず生姜焼きなんです。そうだね、
美味しそうでしょ。映ってますか、ちょっと、はい、美味しそうでしょ、これ。美味しそう。これね、かぼちゃと卵のプリン。いただきます、うん、いただきます。はい、ちょっとカメラワークが悪くてすいません、携帯慣れてなくて。おいしい。はい、りみちゃんはお腹いっぱいだそうです。みーちゃんもお腹いっぱいすぎて眠くなって、遊ばないでくださいパパはむしゃむしゃ食べてる。おい、リミが残したのでむしゃむしゃ。ねえ、変なキャラになってるよ。ちょっと止めてよ。何もらったのよ。おお、クリスマスが近いからサンタのお菓子すごいね。めっちゃいっぱい入ってます。かわいい。よかったね。チョコ大好き。チョコ大好き人間。はい、ということでね、バスクリーンとかいろいろ買いました。今から借りたいと思います。グミ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 ペア。